はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はね、前回言ったベッシーの、別所さんのジムを見てきました。はい、あそこ、沖の巣、北沖の巣。おしゃれなジムでね。ああ、いいですね。そんなに広くはないんやけど、すごいおしゃれな、感じで。なんか、マンションのテナントに。そうそう、1階にね。最初シャッターが閉まっとってね、別所君今日おかしいな、12時って待ち合わせしとるの、おかしいなおかしいなと思ったら反対側だったよね1の1と1.4があって、で1の1の方行っとったよね。で反対側からぐるっと回ってきたら、ほんま15分ぐらいうろうろしとって、まあ、ちょっとやね、車の中とかで、ただ普通にシャッターが開いて別所がおったっていうね、ええとこです。でまあ女にしとったらゴンズ先生がね来て、話もできたしね。はい、であとね、まあ、ベッシーのところがオープンしたけんじゃないけど、まあ前々からね、前々から言ったよね、はい、うん、リュウちゃん家結構近いね。そうですね、もうほんまに多分走ったら 5分ぐらい、市内の中心部からちょっと南に行ったところ、まあ、分離台の、そうそう、分離台アスティとかね、はい、あところ周辺を探しとって出てきたね。まあこれもここのジムと一緒で、コネ、がっつりコネやけどね知り合いのところを紹介してくれて、日曜日にね、あれです、見に行ってきます、はい、うん、まあ多分ええとこ、うん、まあ、間違いないんで、確実に僕もなんかパッと予想はつくけど、確実にええとこやわね。綺麗で広でええとこやね。でまあね、目の前には大学もあって、まあ、なんだったらここよりこっちが本拠地になるかなっていうところで、あとは予算かな、そうですね、うん、まあ、交渉と。ほんで、ね、こうアスティでラントレとかもできるし、あ、できるね。で、まあ、駐車場がまあ何台かあるんやけど、あそこアスティは何もなかったら1日200円で行けるんかな。そうですね、だけどまあ最悪ここへ泊めてもらってもできるんでね、はい、ぜひって感じですね。ほんでまあね、若者の通りも多いところやから楽しみやね。はい、ちょっとこうね、うん、練習中外出てとかやりたいっすね。いや、切りたい。まあいろんな人おるからね。アピールにもなると思うけど、まあ若い子やもね、木曜日問い合わせある、明日かな、明日はまた体験の子もあるんやけど、性別は男性です。ああ、うん、まあまあまあね、こう選手として育っていってくれたらいいと思います。そうね、まあ今度新しいところにその2号店できたとしても条件はいいんでね、いっぱい入ってくると思います。ただ練習はやっぱこっちがええね、こっちの方が人数揃うんで、まあ広いし、まあ、向こうはあくまでもキッズメインでね。そうですね、キッズメインで行きたいと思いますので、また日曜日撮ってくるんでね、動画で、はい、楽しみにしてます。楽しみにしてください、はい。おめでとうございます。これは Z チャンネルで行かさせてもらいます。はい、いいですか。ベンチもいいやつやね、これ。ね。うん、しっかりしたやつ、うん、ハンドグローブとかもね、うん、しっかりしたやつ、そうそう、ね、
黒の調でね、すごいストロングスタイルだね。